はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数第7回になるかな。で、タイトルが3桁の筆算丸1です。 ちなみに、丸1とあるので、丸2もあります。次回はチャレンジ編という名前で、ちょっと難しいのやりますんで、よかったらそっちもぜひやってみてください。じゃあ今回ね、6問あるので、できそうな子は動画止めてやってみましょう。で、見て不安がね、ちょっとできなそうだなと思う方は、今から説明するんで、聞いてみてください。それでは始めていきましょう。ちなみに、この1番、3桁じゃなくて2桁なんだよね。数字2個並んでる。52とか74って2桁なんですけど、 これは小学校2年生でやりました。皆さん、今ね、こう動画聞いてくれてるみんなは、これできますかなんか一問だけでもちょっとやってほしいかも。動画止めて、これ。で、もし、これができる子は、基本的に3桁になってもできます。できる。大丈夫だから、自信持っていこう。難しくないからね。じゃあこれやっていきます。え、まずね、1の位、右からやるんだよ。2たす4すると2、2たす4で、6。5たす7は、12。だから、 12と書いて答えは126。終了。<laughs> この感じでこっちもいけます。ちなみにこれは52と74同じやつに300をつけて、こっちは100をつけてみました。位がね、一つ、桁が増えておりますが、2たす4。絶対ね、右からやります。い右から。2たす4は6。5たす7が12。さっき12って書いたんだけど、繰り上がりがあるときはここに書きます。 多分ね、先生によっては、ここに書く子もいるよね。あ、ここでもいいんだ。上でもいいんだけど、俺下に書きたい人なので、下に書いていくね。だから、十二って書く。で、最後、百の位ね。三足す一足す、さっき繰り上がったこの子、忘れずにね。一もいるから3、三足す一足す一、1すると五になる。だから五。つまり、五百二十六。終了どんどん行こう 629たす83いきます。1の位9、9たす3なんで、12。で、2たす8たす1すると、11です。だから、11。で、6たすさっきの1があるから、7になって、712と、終了。でね、この繰り上がりがある時のミス、一番しやすいミスは、1を書いたのに、 足し忘れること。あとは、ちょっと急いでね、早く宿題終わらそうと思って、わーってやってる時に、この1が、この辺に書くと、どっちの1かわからなくなって、足し忘れることが起きます。だから、繰り上がりの数字を書くときは、ちょっと気をつけて書いた方がいい。ちゃんと自分がわかるように。いいかなここに足すんだって、いうのがわかるようにしましょう。まあ、その、分かりやすくするのはね、本当は上に書いた方が分かりやすいかもしんないんだけど、こうやって。 ただ自分がね、あの小学校の時からずっとここに書いてきた人間なので、俺はこっちでいきます。では、計算ミスが出やすい引き算、いきましょう。でもやることは一緒です。絶対に右からやっていきます。右からね。いくよ。6く3すると、3です。5く4すると、1です。3く1すると、2です。213、終了です。っていう。ね、これだけだから。 ただね、もちろん、えっ、ー、と、引き算の時には、繰り下がりが出てくるので、例えばここです。0から1が引けません。じゃあどうするかっていうと、あ、ごめん、10貸してってことで、隣から10借りに行きます。この子、3をね、2って1個減らします。減らすことによって、あ、どうぞーって隣に10を貸してくれるんです。こうなる。だから、10から1を引くので、9になります。で、今度次。 2から3を引きます。これ2になっちゃったからね。2から3を引く。引けないんだよね。だから、すまっちょっと貸してくれってことで、隣。左の隣ね。左から10を借ります。まず5が4に減って、10を借りるので、ここ、12になります。もともと2いたからね。2いたから12。だから12、12引く3になるから、9になります。で、最後は4引く2をするので、 つままりりとなりますで、ここであと6番やって終わりたいところなんですが、1個だけちょっと確かめ算。いい確かめ算をね、ちょっと覚えてほしい。特に引き算の時の確かめの方法があって、確かめね。多分学校でもやると思うんだ、確かめ。入るかなえ、確かめのやり方はですね、ここ。自分で出した答えと、 下の数字、ここありますよね。これを足し算します。足し算。ちょっと答えごちゃごちゃしててごめんだけど、書いていいかな。足し算。こうやってやって、ちょっと線引いちゃおうか。つまり2 3十1たす299をするんです。そうすると、足し算だよ。1たす9するから、10。3たす9たす1するから、13。2たす2たす1するから5、5を。530なった。それが、 ここにいるよね。530だったね、最初ね。だから、下の引き算をやった時の、下の数字と答え、自分が求めた答えを足し算した時に、最初の上のやつに戻ってくれれば OK、OK! 絶対に合ってる、その答え。いいかなこれが確かめ算のやり方になりますので、こちらもぜひ覚えておいてください。じゃ全部やっちゃうとね、時間かかっちゃうんで、ちょっとやめておきます。 では最後、まあ、引き算の中でね、このタイプは一番ミスが出やすいやつなんですが、行きましょう。700-63です。まず、えー、0から3が引けないんだよね。だから貸してくれってしたいんだけど、ないんだよ。あ、悪い。俺も0なんだ。持ってね、貸せねえんだわ。ってなった時にどうするかっていうと、じゃあ、大人の君、貸してくれよってことで貸してもらいます。だから7から6に下がりますね。で、こっから、 貸したときは10になる。ね、10を貸すって言いました。10になりました。で、でも、この子が足りてないから、こっからまた貸したいんよ。だから10を貸したいんだけど、今、この子は10を持ってるので、1個下がって9になります。ね、10を借りたんだけど、そっから1個貸しちゃってるからさ。だから9になって、君に10を貸せるよって感じ。こうやって借りてくの。とのにかく、借りてー、借りてーってやってる感じ。で、そうすると引き算ができますと。10から3を引くので、 7 9から6を引くので3で6からこ引くことないからねだから6になりますつまり637になりましたといいかなこんな感じでやってみてくださいもし確かめ算やるんだったらここ下の数字と出した答えここを足し算でやると一回やっちゃうか 3+7 で1 0 6 3足す1で 1六6たす1で、7、700、なりましただから、正解だよねって。いいかなこういう風にやります。そして、最後、注意。あ、これ、習ってないかもしれない。ごめん。注意の注意です。気をつけてねっていうマークにします。注意。で、何かっていうと、今、これ、筆算。最初から書いてくれてたんですが、529たす13。横に書いてあるやつを、みんなが自分で筆算で書いてねっていうのも出てきます。その時、に正解は、529。 たす、十三って、こうやって書きますよね。これ。でも、ミスが起こります。何のミスが起こるかっていうと、これ。五百二十九。左で揃えちゃうやつね。そんなのやるわけないじゃんって思ったそこのあなた、意外とあります、これ。テストの時とかに焦っちゃったりするとね、意外とこっち書いちゃったりするのね。これ、ミスだから気をつけてください。筆算書く時には、必ず、 右で揃えます。いいね。右で揃える。これを覚えておきましょう。いいかな。では、今回はね、3桁の筆算丸1やっていきました。最初にも言いましたが、丸2チャレンジ編が次回待っております。でそこではなんと、4桁とか5桁も出します。でも、このね、3桁の計算のやり方がちゃんと分かってるみんなは、4桁だろうが5桁だろうが6桁だろうがめんどくさいけど、問題はめんどくさいけど、 解くことができます。だからぜひね、次回の動画もチャレンジしてみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。